こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはウールのロングコートでございます。ブランドはキャプテンサンシャイン、大変人気のあるブランドでね、特に男性の方好きな方多いんじゃないですかね。見てください、この羊弱の大きいコートですよ。まあ、サイズが大きいというようなことではなくて、やっぱりねシルエットが大きいんですよね。綺麗な A ラインだと思うんですが、そして素材がねすごくいい素材だなというふうに、見て触って思いました。すごく重くて厚くてあったかいだろうなとか、でもねやっぱあったかさよりもやっぱかっこよさ、本当にかっこいいなというふうに思って見させていただいたんですが、見てください、このシミというか、まあ、色の段差、グロスの段差と言ったらいいんですかね。雨に濡れてしまったと、急な雨で濡れてしまって、すごいへこんだと思いますよ。で、乾いてみたらシミになっていたというか、このなんかねドット状のというかアニマル柄というかカムフラ柄というか不自然な色味の段差ができていたというので、さらに落ち込んでしまったんではないかなというふうに思います。肩から袖にかけて、そして裾にかけて、まあ、全体にありますので、全て一つ残らず綺麗にこの色の段差、グロスの段差、シミみたいに見えるやつをですね、消すというのが今回の私の作業内容でございます。1枚仕立てになっていて、裏地こんな色になっています。ちょっとね裾が翻った時にこの色味見えるのすごくいいと思いますね。はい、タグです。キャプテンサンシャイン、サイズ40は L かな、でもないめちゃくちゃ大きいですよ。洗濯表示が水洗いためで、ドライクリーニングが OK と、あとはプロのウェットクリーニングが OK です。ご家庭での水洗いはダメだけど、クリーニング店さんなら水洗いして大丈夫というような内容になっております。本製品はピリングが発生することがあります。ピリングというのは毛玉です。素材特性ですのでご了承ください。発生したピリングは手でむしり取ると、毛羽立ちや糸切れなどの原因になりますので、小バサミなどを使い元糸を傷つけないように注意して除去してくださいと書いてありますが、まあ毛玉1個や2個だったらそれでいいかもしれないけど、いっぱいできちゃいますよね毛玉ですから。表地は毛 100%、 袖裏別布キュプラ50の綿50と、1枚仕立てなんですが、袖の裏にだけね、重ねにした時にこう腕通りがいい感じになってますね。キュプラこれです。キュプラが入っているのがこっちの袖の裏でございます。なるほど、このコートはねお高いと思いますよ。ブランド的にもお高いですし、素材もすごくいいなと思いましたし、ちょっとねびっくりするぐらい重たいコートなんですが、これはね長く着れることだと思いますね。毛玉どうですか、こんなたくさんついてますよ。ポケットのところ、裏地のところ、そして袖のところ、これね一つ一つ小バサミで元糸を傷つけないようにって、まあ、言ってることは分かりますけど、実際どうなんだろうね。なんかグイッとつまんで引っ張ってみたくなっちゃいますよね。毛玉はねやっぱ質感の段差なので、もう洗って取れるもんじゃないんですよ。でもやっぱりね毛玉ってすごく見た目に影響を及ぼしてしまうので、なんとかね毛玉も取ろうかなと思ってます。まあでも最初に取るのは雨染みですよ。雨染み、雨によって濡れたことによってできた、グロスの段差、それをですね部分的に濃く見えるようなところをですね綺麗にしたいと思います。でもねこれ水洗い、ウェットクリーニングできるよって書いてあるのはラッキーだなと思いましたね。雨でできた、水でできた、グロスの段差、当店で水洗いをした結果こちらでございます。水洗い、ランドリーみたいな言い方でね、あとはウェットっていうのはやっぱりその本来は水じゃないようなね、水で洗うのがふさわしくないような素材の特性のものをですね、工夫して水洗いをするのを、どちらかというとランドリーじゃなくてウェットみたいな言い方をして、ちょっと紛らわしいですけども、まあ、どっちも水洗いは水洗いなんですよ。ただ洗浄力を重視して白無地のワイシャツをね、のビジネスライクに着てるようなワイシャツを水洗いするような感じの水洗いをしてるわけではないですよ。その素材の特性を理解して、風合いを保てるような工夫をして水洗いをさせていただきました。
それでですね、肝心のアメジミなんですが、アメジミというか、まあ、グロスの段差なんですが、綺麗になっております。もう一つ残らずです。一つ残らず一網打尽でございます。もちろん、ね、お色、質感、風合い、何一つ、あ、サイズ感何一つね、損なうことなく型崩れしたり縮んだりしてないですし、うまいこと言ったなというふうに思います。やっぱね、こうじゃなくちゃダメですよね。不自然な感じのグロスですよ。着用した時にできる自然な感じのドレープによってグロスの段差ができるなんていうのは何の違和感もないわけなんで、ただ雨でできてしまったあのアニマル柄のようなね、カモフラ柄のような、色の段差、濡れて濃く見えるような油染みみたいな色の段差はね、やっぱり全体にあると気になるかと思います。とてもいい感じに綺麗になっておりますし、触った感じもですね、すごくいい感じでございます。どの距離で見ても、どの角度で見ても、どの光で見ても、もともとあったそのお預かりの時にあったアメジミと認識できるようなグロスの段差はもうなくなっておりますので、大丈夫でございます。またね、雨に降られたら同じようになってしまうんじゃないかって思うとね、ちょっとドキドキしちゃいますよね。でも急な雨ってどうしようもないですもんね。そうなんですよね。多分また雨に濡れちゃったら同じようになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、毛玉ね、やっぱりそのドライクリーニングしようが水洗いしようがやっぱ取れないですよ。そりゃそうですよね。小バサミで切ってくださいっていうものを、その丸洗いをしたらそれも一緒に取れたなんていう風な洗浄はあるはずがないので、シミとか汚れとかね、そういったものだったらやっぱ変化はするけど、毛玉はやっぱ変化しません。だからこれはですね、やっぱりピリケア、ピリングケアみたいな感じでちょっと工夫して処理するしかないんですよ。で、処理させていただいたのがこちらでございます。綺麗になりましたね。はい、もうね、あんな風に毛玉になっちゃうともうほぐせないのでね、もう取るしかないんですよ。でも取るということはやっぱり慎重にやらないとですね、本当は傷つけなくていいようなところを傷つけたりしますし、ちょっといろんな道具があるんですよね、その毛玉を取る道具。だからそのお洋服に合わせて、毛玉の状態に合わせて何を使えば一番効率よく、しかも生地に負担が少ない状態で毛玉が取れるのかというのもやっぱり経験であり技術なのかなというふうに思います。で、毛玉すっきり綺麗になりました。これね、見た目相当イメージ変わるんで、毛玉があるとなんかすごくこう使用感たっぷりな感じがしちゃうんですよ。でもね、このコートだったら本当にワンシーズンぐらいで今ぐらいの毛玉できると思いますよ。だからこまめに取ってあげるしかないんですが、小バサミで一つ一つ切ってなんていう風なのもですね、非常に大変で現実的じゃないかなというふうに思いますので、毛玉取りの事例実績があるところにですね、もう丸投げでお願いしちゃうのもいいのかななんていうふうに思います。いいですね。まあかっこいいですよ、かっこいいです。このコートはね、素材の特性上非常に長持ちするコートだし、いいコートだと思いますね。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。